それでは今回の問題です。この動画であなたの2次関数の知識と範囲に関する大爆笑ギャグの知識をポンと伸ばしていきましょう。こんな問題です。Y イコール 2X の2乗マイナス 4AX プラス1っていう下に1つの放物線があって X の範囲、つまり定義域が0以上3以下なんですって。じゃあこの時括弧1番 A イコール2の時 Y の範囲を求めなさい。これはまあ簡単ですね。括弧1番はね、パッとやっていきましょう。じゃあ Y って使いにくいので FX で置きますよ。 FX イコール 2X の2乗マイナス 4AX プラス1としましょう。じゃあ括弧1番なんですけれども A イコール2の時、ここの A にね2をポンと入れてあげれば、関数 fx っていうのは確定しますよね。 2x の2乗マイナス 8x プラス1。 じゃあ平方完成してあげましょう。まあ一気にやってもいいんですけどね、ちょっと丁寧にやりますよ。この x の2乗の前の係数2で x の2乗の項と x の項を作りました。2でね、この括弧の中で平方完成をパチコンとしてあげてマイナス4ですね、プラス1。分配法則で2をかけてあげれば2括弧 x マイナス2の2乗マイナス8プラス1ってマイナス7ですね。じゃあ下に1つの放物線で軸が x イコール2ですね。で今 x の範囲っていうものがどうなってるんですかというと、0以上3以下だぜって言ってるわけですから、0っていうのと3っていうのがあって、グラフはここからここまでですね。じゃあ最小値っていうのはここの頂点の y 座標ですね、頂点で、最大値っていうのはこの左端ですね。ちょっともうミニマムとマキシマムで書かせてくださいね。ってことは x イコール2の時の最小値 f2 ですね。 f2 はマイナス7ですね。で f の0、最大値の方ですね、 x が0の時の y の値っていうのは1ですね。ってことで今最大値が1で最小値がマイナス7なわけですから、求める y の範囲っていうものはマイナス7以上1以下になりますよっていうことがわかりますね。これはぜひ解きたい問題ですよ。じゃあ次、括弧2番。y の範囲が1以上25以下であるとき、a の値を求めなさい。とりあえずね、この関数 fx を平方完成して、どんな動きをするか考察してみましょう。関数 fx を平方完成するためにね、x の2乗の前の係数でくくってあげて、この括弧の中で平方完成をパチコーンとしますよ。で、分配法則で2をかけてあげれば、こんな形で平方完成ができますね。すると、軸が x イコール a になって、軸が動くんですね。a の値がマイナス3かもしれないし、a の値が2かもしれないし、a の値が5かもしれない。軸が動いてるわけですよ、ファーンってね。で今 x の範囲っていうのが0以上3以下なので、典型問題通り考えてみますよ。まずはね、0以上3以下っていうこんな範囲があって、 y の範囲が1以上25以下になるような a の値を求めたいんですから、要は最小値が1で最大値が25になってねって言ってるわけですよ、この問題。じゃあ最小値と最大値っていうのは軸の位置によって変わるでしょ。だって軸が動くんだから。とりあえず典型問題通りに考えてあげるとね、左の方に軸があれば最小値は左端、最大値は右端になりますね。範囲の軸が x イコール a ですよ、これね。x イコール a っていう軸ですよ。で、この範囲のど真ん中、0と3の間の2分の3っていうところを考えてあげて、軸がこの0と2分の3の間にあれば、最小値っていうのは頂点になって最大値は右端になりますね。軸がこの2分の3と3の間にあれば、最小値は頂点になって最大値は今度左端になりますよね。で、軸がこの3を超えて、よいしょ。こんな形になれば、右端が最小値になって、左端が最大値になりますよね。だからこの4つの場合分けをしてあげてね、それぞれ最小値、最大値を求めて、その最小値が1になって、最大値が25になるような A の値を求めればいいんですが、だるくない ?4 つもね、場合分けするの。なもんで、ちょっとこれは嫌なわけですよ。じゃあどうすればいいかなんですけども、あることに気づければ、実はこんな場合分けしなくていいですね。そのあることって何ですかっていうと、今、この関数 fx っていうのを見たときにね、x に0を入れた f0 は必ず1になるじゃないですか。それが最小値になるわけなので、最小値が左端になってるのってどいつですかというと、こいつですね。最小値1。で、f の0が1だから、最小値がここ、左端になってるのは、最小値が左端、こいつですね。以外ないですね。みんな、あとは、頂点が最小だったり、右端が最小だったりするわけでしょ。ってことで、場合分けは、軸の a が0よりちっちゃい時と、でっかい時で考えればいいなっていうのが、わかりますよね。まとめていきましょう。ちょっとこれ消しますよ。さあ、ここから答案作成ですよ。じゃあ今、f の0っていうものは、0を0入れたら必ず1になるじゃないですか。ってことで、この F0 が1っていうのは確定していて、それが最小値になるわけでしょ。じゃあ、グラフのイメージを考えてあげたときに、X 軸、Y 軸、原点があって、今、X の範囲が0以上3以下っていう風にこんな風にやってね、ここが範囲ですよ。軸がこう動くわけなんですけれども、今、F の0っていうのは必ず1なわけです、ここ。F0 は必ず1なわけでしょ。じゃあグラフは左の方に軸があればこんなイメージになりますよね。ちょっと歪んじゃったらごめんなさいよ。じゃあ軸が x イコール a で、最小値がここで最大値っていうものがここになりますね。で、軸がこの0よりも右の方にあった場合、グラフはこんな感じになるわけでしょ。ここ必ず通るけどね。よし、話題になっちゃいましたよ。通るからね。通るからね。じゃあ軸が、よいしょ。この0よりも右にある時っていうのは、グラフはこんな形になって、最小値っていうのが右端になりますよね。まあ、もしくは、グラフがこんな風になってたら、
最小値は頂点になりますよね。つまりこの F0 よりも下がるでしょ。なぜならば0以上 A 以下の範囲でグラフは単調現象、減少するわけですから。この時だってここは A ですよ、ここは0ですよ、0から A で減少するでしょ。そしたら最小値は1より小さくなっちゃうじゃないですか。そこを記述してあげれば A が0よりでっかい時と A が0より小さい時で倍分けできることがわかりますね。倍分けの1番目を A が0よりでっかい時、倍分けの2番目っていうのを A が0よりちっちゃい時で倍分けをして、スマートに回答を作り上げていきましょう。じゃあ倍分けの1番目 A が0よりもでっかい時ですよ。こんなイメージ。じゃあこの時今 X のグラフっていうものが、まあ、こんな風になってて範囲から突き抜けますね。この0から軸の A までは単調現象しますよね。すいません、微分を習った人は単調現象で通じますね。微分まだな人は減少で OK です。減少してますよね、こんな風に。そしたらこの F0 よりも下がっちゃいますよね、必ず。それを記述してあげましょう。A が0よりでっかい時に X が0以上 A 以下において関数 FX っていうものは必ず減少してしまいますよね。じゃあこの時の FX の最小値っていうものは F0、 つまりそれが1なわけですけれども、ここの話ですよ。 F0 イクオール1よりも小さくなるので Y が1以上25以下に不適でしょ。ここは合わないでしょって言ってるわけですよ。だって F0 の1よりもちっちゃくなっちゃうわけですから、グラフがね、こんなのね。最小値が一番ちっちゃいところはここじゃないでしょって伝えてるわけです。だからアウトなわけですよ。じゃあ倍分けの2番目 A が0以下の時、ちょっともう統合をここに入れてまとめておきましょう。じゃあ A が0以下の時にグラフはこんなイメージになるわけなので、 X イクオール0で Y の最小値っていうものは F0 で1になりますね。 X イクオール3ですね、範囲の右端で最大になるわけでしょ。だから X イクオール3で Y の最大値っていうものは F3 になって、もう入れましょう。 F3 がちょっとここは計算させてくださいね。 2×3 の2乗マイナス 4A×3 たす1で18たす1で19マイナス資産 12A か、なので 19-12A になってるわけですね。じゃあ Y の範囲っていうものはどうなるんですかというと、最小値以上を最大値以下になりますね。じゃあ今 Y の範囲っていうのが0以上25以下になってねって言ってるわけなので、ここの25っていうのがここの 19-12A になればいいなっていうのがわかりますよね。今 19-12A イクオール25となれば良いですよと、条件満たすでしょって。じゃあこれを解きましょう。マイナス 12A イコール6になるので A がマイナス2分の1ですね。じゃあこのマイナス2分の1っていうのはちゃんと A が0以下を満たしますね。ってことで場合分けの1番目、場合分けの2番目より求める A の値っていうのは A イコールマイナス2分の1になるよっていうことが分かりましたよということです。なので方針としてはね、場合分けを4つしてあげて軸が動く問題、普通の典型問題だと捉えて、場合分け4つして最小値が1、最大値が25となるような A を求めるか、それとも、まあ、この F0 が1に気づければ場合分けが軸がね、0より小さい時と0よりでっかい時で場合分けしていけるなっていうふうに気づけるかなと思います。結構ね、近く一番なのにね、この問題ね、難しいっていうか面倒くせえって感じの問題ですね。はい、じゃあね、括弧一番で Y の範囲を求めたので、範囲に関する大爆笑ギャグをやって、終わりたいと思います。面白かったらね、いいねくださいね。もうこのギャグを考えることの方が数学を解く時間よりもはるかに長いなのでね、面白かったらいいねくださいね。これね、おばはん、いちごちょうだい。宮古寺ですね。これ微妙だと自分で気づいてるけど、優しいあなた、いいねくれたらギャグを考える勇気になるんでね、ぜひ、宮古寺に慈悲をくださいよ。 OK ですかね。はい、じゃあ終わりましょう。それでは今回の問題です。この問題であなたの確率の知識と移動に関する大爆笑ギャグの知識をポンと伸ばしてあげましょう。こんな問題です。今 N が0以上の整数なんですって。点 PQ っていうのは正四面体 ABCD の頂点上を次の条件丸 ① 丸 ② に従って移動しますよと。丸1番、最初点 P は頂点 A にいるんですね。ちょっと書いておきましょうか。点 P っていうのは頂点 A にいるわけです。ここね、 P は頂点 A にいて、点 Q っていうのは頂点 B にいますよと。点 Q はここ頂点 B にいるわけですね。で、丸2番、点 P と点 Q は独立して1秒ごとに現在の位置から他の頂点、他の3つの頂点のいずれかにそれぞれ3分の1の確率で移動しますと。じゃあ今、点 P っていうのは頂点 A にいて、1秒後には B に3分の1の確率、C に3分の1の確率、D に3分の1の確率でいます。点 Q っていうのもね、同じように C、D、A にそれぞれ3分の1の確率でいて、P と Q っていうのはそれぞれ独立してるからもうバラバラに動くわけですね。移動を始めてから N 秒後に点 P と点 Q が同じ頂点にいる確率を PN とするとき、例えば A と A にいますよとかね、N 秒後に C と C にいますよって P と Q がね、そういう確率を PN としますよ。じゃあこの時 P1、P2、P3 を求めなさいという問題です。どうでしょう？まあまあこれ理系の問題かっていうぐらいね、ちょっとむずいですねこれね。じゃあまあ P1 っていうのはね、1秒後に点 P と点 Q が同じ頂点にいる確率なんでね、もうこれパパッと求めてしまいましょう。もし P2 や P3 がわからない場合も P1 だけ答案に書いておけば、まあ部分点がもらえるので二次試験はね。はい、じゃあ1秒後を考え、
ましょうと。1秒後を考えて、じゃあ、今、点 P と点 Q っていうのは独立して動くわけじゃないですか。で、P と Q っていう二変数なイメージなので、わかりやすいのはもう表書くことですね。表書いちゃいましょう。点 P と点 Q の動きに関して、3通りずつ場合の数があるわけですね。なので、3、3、P っていうものは、ちょっと、よいしょ、青で書こうか。P っていうものは、今、A にいるわけでしょ、もともとね。ってことは、B か C か D のどっかにいるので、B か C か D ですよ。で、Q っていうものは、今、一番最初に B にいるので、A か C か D のどっかにおるわけですね。だからこれ、A か C か D かなわけです。よいしょ。こんな状況ですよ。じゃあ、今、P1 っていうのは、1秒後に点 P と点 Q が同じ頂点にいるわけですから、同じ頂点にいるところに丸をつけてあげると、ここは P が B にいて、Q が A にいるイメージですね。で、C と A 違う、D と A 違うっていう風に見てったら、C と C、ここいますね。D と D いますね。ってことで、全部で9通りあるうちの2通りで同じ場所にいることがわかるので、求める確率 P1 っていうものは9分の2だよっていうことがわかりますね。まあちょっと記述はもう少しね、骨太に書いた方がいいんですが、P と Q が1秒後に同じ場所にいるところに丸をつけるみたいに書いてあげてね。そしたら、こんな風になるので、求める確率 P1 は9分の2ってわかりますよと。OK でしょ。1,2,3,4,5,6,7,8,9 分の1、2なわけです。はい。じゃあ次、P2、P3 を求めにかかるんですが、これどうでしょう？まあ、地道にコツコツ頑張ってもいいんですが、もうめんどくさいんで一般化しちゃいましょうか。N 秒後と N たす1秒後を考えてあげて、遷移図を書くことによって、全化式を作ってあげましょう。もう確率全化式で処理しちゃいますよ。一気にね。はい、じゃあ、N 秒後っていうのと、N たす1秒後を考えて、遷移図を書くよ。書くと。ね。じゃあ今、N 秒後っていうのと、N たす1秒後っていうのがあって、よいしょ、こうあってね。じゃあ N 秒後には P と Q が同じ頂点にいるのか、同じ頂点にいないのかですよね。これは同じ頂点にいるよっていうことです。ちょっと書いておきましょうか。PQ が同じ頂点にいるよっていうこと。ちょっと狭いな。で、これは PQ が同じ頂点にいないよっていうこと。同じ頂点にいないっていうことね。で、N たす1秒後に PN たす1っていうのを考えたらいくね。これは PQ が同じ頂点にいるよっていうことね。同じ頂点に。OK ですか？さあさあ、じゃあ矢印を引っ張ってあげて、PN から PN たす1と、1PN から PN たす1を考えてあげて、この1秒間の遷移における確率っていうのをここに書いてあげましょう。じゃあ、これ PQ が同じ頂点にいるときに、1秒後に PQ が同じ頂点にいるよ。で、こっちって今 PQ が同じ頂点にいないんですね。N 秒後にね。で、それで PQ が同じ頂点にいるよ。このここの部分って、この P1 と同じことじゃないですか。P が今 A にいて、Q が今 B にいるわけですから、違う頂点にいるわけですよ。P と Q が。違う頂点にいて、その1秒後に同じ頂点にいる確率が9分の2なので、この9分の2っていうのがここに来ますよね。これ9分の2なわけです。PQ が同じ頂点にいなくって、PQ が同じ頂点にいるよっていうことですからね。じゃあ、同じ頂点にいて、同じ頂点に行くのは、どうでしょう。じゃあ、ちゃんとここを考えますか。例えば、N 秒後に PQ が同じ頂点にいて、N たす1秒後にも PQ が同じ頂点にいる確率を求めるよ。求める。うん。じゃあ、これもね、二変数なイメージなので、P と Q が独立に動く。なので、表で処理してあげましょう。じゃあ、例えば、じゃあどうしましょう。PQ が同じ頂点にいるので、例えば、PQ が N 秒後にね、N 秒後に PQ がじゃあ、どこにする？ A でいきますか？ A にいるとすることを考えましょう。じゃあ、N たす1秒後に、その、この N 秒後の1秒後ですね。N たす1秒後にね、P と Q っていうのはどんな風になるんですかっていうと、また表を考えてあげてね、ちょっと狭いんでちっちゃいよ。ほい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 。今、P は A にいるわけですから、その1秒後には B か C か D にいますね。で、Q っていうのも同じように B か C か D にいますね。B か C か D。じゃあ、同じ場所にいるのは DB なのか CC なのか DD なのかの3通りじゃないですか。だから、この確率っていうのは、頂点にいる確率っていうのは、9分の3、つまり3分の1になりますね。9あるうちの3でね。だから、ここの確率っていうのは3分の1になるわけです。よいしょ。3分の1。さあ、じゃあこれで遷移図っていうのが完成したので、PN プラス1っていうものはちょっと上いきますよ。よって、PN プラス1っていう確率は、よいしょ。この PN に3分の1をかけたもの、プラス 1-PN に9分の2をかけたものになりますよね。じゃあこれ計算してあげると、9分の3引く9分の2で9分の 1PN プラス9分の2になりますね。
これが全化式ですよ。確率全化式です。で、今 P1 っていうのは9分の2って求まってるわけなので、P2 と P3 っていうのをぶち込めばいいですね。丸1番にしましょうか、これね。よいしょ。じゃあ、丸1より、P2 っていうものは、これ N に1、1個入れてあげて、9分の1かけ P1 たす9分の2になりますね。9分の1かけ P1 っていうのは9分の2なので、9分の2たす9分の2になりますね。ちょっとボケしますよ。じゃあ、これは81分の2たす9に18で、81分の20になるか。なので、P2 っていうのは81分の20ですね。ちょっとボケしますよ。で、P3 ってどうなるんですかというと、さらにね、丸1より P3 っていうものは、N に2を入れてあげて、9分の1かける P2 プラス9分の2になりますね。じゃあ、9分の1かける P2 は81分の20プラス9分の2ですね。ドイツが9、9、8、12、729分の20プラス、729分の20プラス、729分の、どうなります ?81 かける2で162、162。なので、答えは729分の182になるかな。はい。で、約分できんかねって考えたときに、3の倍数かどうかは、各位の和を考えて、それが3の倍数かどうかを見ればいいので、1と8と2を足してあげたら、1たす8たす2は11ですね。これは3で割り切れないので、182っていうのは3の倍数ではございません。ということで、もう約分はできないので、これは答えですね。はい。ということで、答えは、P1 イコール9分の2、P2 イコール81分の20、P3 イコール729分の182っていうことで、これで答えが分かったわけです。うん。なんか突然難易度上がったな。まあ、ちょっと楽しい問題ではあるんですけどね。なんならもうなんかこれ11級に出して、なんでしょう、無限に吹っ飛ばしてみたい感じですよね。うん。この全化式を解いてですね。まあまあ、それはちょっと11級に今後出ることを期待して、まあ2級レベルとしてはこれは随分ね、難しいんじゃないかなって思います。まあ、こんな、一般化せずにね、普通に解いてみてもまあいいとは思うんですよ。これを2回考えるイメージですね、この線図をね。ここ P1 と 1-P1 にして、ここを P2 にするイメージと、ここ P2 と 1-P2 で、ここを P3 にするイメージで、2回ポンポンと同じことを考えれば出るんですが、まあそれをギュッとまとめて一般化して出したのが、この解法ですよ。この方法ですね。うん。まあ楽しいですね、この手のね、確率全化式はね。これ、移動する問題だったので、最後にですね、大爆笑移動ギャグをやって、この動画を終わりたいと思います。面白いなと思ったらね、いいねよ、ぜひお願いしますよ。これは結構自信あるギャグなんでね、言いますよ。移動して移動、宮本です。はい、ということでね、面白かったでしょ、これね。これでもう言いついてなかったら俺は泣く、今晩俺は酒を飲んで泣く。はい、ということでね、確率全化式の問題でした。面白かったですね。それでは今回の問題です。この動画であなたの図形と方程式の知識と奇跡に関する大爆笑ギャグの知識をポンと伸ばしていきましょう。こんな問題ですよ。今 X の2乗たす Y の2乗イコール4っていうね、中心が原点で半径が2の円上に点 P があって、点 P がこうブーンと回っとるんですって。点 A っていうね、3コンマ1っていう点があって、点 P と点 A を結ぶ線分の中点を Q とした時に、この点 Q の奇跡を求めなさいっていう問題です。超典型問題です。もうぜひゲットしたい問題ですね。じゃあ、奇跡の問題のテオリーっていうのは、まず第一に、求めたい奇跡の座標 X、Y とするんでしたね。で、動く点っていうのを、まあ、ST としますよと。まあ、もしは何でもいいんですけどね、A とか B とかでもね。はい、それをまず書いてあげましょう。じゃあ、点 P っていうのを ST、点 Q っていうのを XY としますよと。じゃあ、まずは、この点 P っていうのは円上にあるよっていうのが条件なので、点 P は円。x の2乗たす y の2乗イコール4乗にあるので、s を x に t を y に代入できますね。そうすると s の2乗たす t の2乗は4ですよと。これ丸1番としときましょう。じゃあ次に st,xy の関係性について考えていきますよ。じゃあこの点 p と点 a の中点が9なわけですよね。線分 ap の中点が9なので、よいしょ。AP の中点というのはね、足して2で割ればいいですね。X 座標と X 座標を足して2で割ってあげたもの、Y 座標と Y 座標を足して2で割ったもの、それが点 Q になるわけですよね。X,Y。よって、今、2分の3たす S っていうのは X になるわけでしょ。これとこれは同じものになるし、この Y 座標と Y 座標は同じものになるわけですよね。2分の1たす T が Y になるわけですよね。じゃあ、これより。今やりたいことは何かというと、目的は X と Y の方程式を求めることですよ。点 Q の奇跡。点 Q っていうのは X と Y。X と Y の奇跡を求めたい。だから S と T がいらないわけですよ。S と T を消去したい。S と T を消去したかったら、S イコールと T イコールにして、この丸一番にぶち込めば消えますよね。ということで、こいつを S イコールにしますよ。じゃあ2をミョンと移行して 2X、3をミョンと移行して -3。だから S イコール 2X-3。同じように T っていうものは 2Y-1 になりますね。2Y-1。これら
ていうのを丸1番にボーンと代入してあげれば S と T が消去されて、その短いね S と T の一生を終えることになるでしょ。ほんとかわいそう。この奇跡の問題見るたびにもう胸がギュッとなるんですよ私ね。 S と T は何のために生まれてきたんだみたいなね。もうよくね ST で置くときに私は捨て駒 ST って呼んでるわけですよ。捨て駒ですよ、かわいそうに。ポイ捨てですよこの S と T ちゃんは。でこの S と T ちゃんはですね、この丸1に代入されることでその短い生涯を終えるわけなので、この丸1番の方程式を私は処刑台と呼んでます。もう処刑台にこの S と T がまさに今乗せられるこの瞬間があるんですよ。辛くない、辛くないですかこの瞬間って。入れましょう、心を鬼にしてね、 S と T を入れましょう。今この S と T がこう思ってるわけですよ。殺さないで、消去しないでって。でも奇跡を求めるためにはしょうがないんだ S と T。 丸1に入れるよ、 S ごめん入れるよ、 2x-T 入れるよ、 2y-1 ご臨終です。 S と T ね、かわいそうに、もうほんと短い一生が S と T ね。これでもう S と T が消去されちゃったわけですよ。胸痛くない？ね、これで X と Y をきれいにしてあげれば、まあその奇跡になるわけなんですけれども、よくあるマイクロやり方として、いや、展開しちまおうつって、これをボーンと展開して、で、両辺を読んで割ってね、平方完成し直す人がいるんですけど、おっせ、おっせんですよ。じゃあどうすればいいんですかっていうと、両辺を読んで割ればいいわけです、こいつ。なんでかっていうと、X の前の係数に、乗がかかってるわけじゃないですか。だから読んで割るわけです。ちょっと丁寧に書きますよ。両辺を読んで割ってあげて、4分の 2x-3 の2乗プラス4分の 2y-1 の2乗イコール4分の4で1になるでしょ。で、なんで4分の2するといいかというと、4っていうのは2の2乗じゃないですか。書き換えますよ、これ2の2乗っていうふうにね、2の2乗っていうふうにね。そうすると2乗、うんちゃんの2乗分のうんちゃんの2乗なので、でっかい2乗になるよね。なのでこれでっかい2分の 2x-3 の2乗プラスでっかい2分の 2y-1 の2乗イコール1になって、約分してあげれば x-2 分の3の2乗プラス y-2 分の1の2乗イコール1になって、ほら展開して、読んで割って、平方完成し直すよりも随分と早いでしょ。で、もちろんね、ここからここに一気に書いても OK ですよ。今、丁寧に説明したからこんな風になったわけでね。はい。ということで、求める点 Q の奇跡っていうものは、中心が2分の3コマ2分の1で、半径が1の円であるっていうことが分かりましたね。だから、中心が2分の3コマ2分の1、半径が1の円。これが点 Q の奇跡になるわけです。で、教科書とかね、学校とかで多分こんな風に言われてると思うんですけど、じゃあこの円、の方程式を丸2番としてね、逆に対する言及ですよ。逆にこの丸2乗の全ての点 Q っていうものは条件を満たすっていう風に考えてあげて、この円全てが答えだよっていう言い回しをするんですけども、まあ書いた方が丁寧なんですよ。そんな風にね、逆にこの時っつってね書いた方がいいんですけども、数学検定協会さんの模範回答を確認すると書いてないんですよ、逆に対する言及がね。なので、まあ明らかな時は省略していい、もう逆が成り立つことが明らかなときは、この逆に対する記述を省略していいっていうのがあるので、多分それを適用して数学検定ではまあ書かんでいいよっていうことにしてくれてるんだと思います。模範解答で書いてなかったんでね。なのでまあこれを答えにしました、逆を書かずにね。まあ書いてももちろん OK、 書かんでも数学検定は OK な匂い出します。模範解答はそうだからね。はい、 OK ですかね。さあ、じゃあ最後にですね、奇跡に関する問題だったので大爆笑奇跡ギャグをやって終わりたいと思います。面白かったね、いいねください。でも今回のこの逆は自信ない。はい、行きましょう。よし、いやー、ボール投げたらこれ綺麗な放物線になって、これ奇跡的な奇跡だわ。宮越ですね、あんまり面白くないかなって思うね。面白かったらいいねください。それでは今回の問題です。この動画であなたのベクトルの知識と、ベクトルに関する大爆笑ギャグの知識をバーンと上げていきましょう。こんな問題ですよ。今三角形 ABC っていうのがあって、それぞれ辺の長さが5、6、4なんですって。で、内接円があって、その中心 I、つまり内心を I とします。で、この A と I を結んであげた直線と、この線分 BC の交点を D とするんです。で、D を取るときに、内接円と線分 BC の接点を D とする人がいるんですけども、この接点と A と I を結んだここ、BC との交点、ここは別物ですからね。接点は I から真下に下ろした、ここは接点ですよ。別物なので注意してくださいね。で、括弧1番は、ベクトル AD っていうものを、ベクトル B とベクトル C で表しなさい。ベクトル B っていうのはベクトル AB のことです。ベクトル C っていうのはベクトル AC のことです。じゃあ、内心といえば、角の二等分線の交点ですね。ちなみに外心は、垂直二等分線の交点ですね。これよく出ますね。今回は内心の問題なので、ここは角の二等分線になってるわけです。ちょっとずらずらします、結構。角の二等分線といえば、角の二等分線定理ですね。横対横は下対下だよと。ということで4対5は CD 対 DB なので、ここは4対5になるわけです。そうすると内分公式でね、ベクトル A でっていうのがね、ベクトル B とベクトル C で表現できるでしょ。はい、じゃあやっていきましょう。括弧1番、角の二等分線定理により横対横はこの4対5は
この C データに DB になりますね。よって求めるベクトル AD っていうものは、ここが4対5って分かったわけですから、比率足す比率分の、丁寧に書きますよ。比率足す比率分のクロスにかけてあげて、この5っていう比率がベクトル C にかかって、4っていう比率がこのベクトル B にかかるんですね。だから、4ベクトル B 足す5ベクトル C になるんですね。4ベクトル B 足す5ベクトル C。だから、求めるベクトルは、9分の4ベクトル B 足す9分の5ベクトル C になりますよということです。だから答えはこれになりますよということです。じゃあ次の過去2番もまああるある問題なんですけども、ベクトル AI、これを求めてね、です。じゃあこのベクトル AI を求めた方はどうしたらいいかというと、ここですね。ここの比率が分かれば良さそうでしょ。じゃあここの比率が分かるためにはどうすればいいんですかというと、例えばどっちからでもいいんですけど、C と I を結んであげてね、どっちかっていうのは B と I を結んでもいいよっていうことです。C と I を結んであげると、ここも角の二等分線になってるわけじゃないですか。じゃあ角の二等分線定理をね、ここ三角形 ACD で使ってあげてね。ここの CA 対 CD は AI 対 ID になりますね。じゃあ CD の長さっていうのを求めておきましょう。今これ CB っていうのは全部で6っていう長さで、これが4対5なので、ここの CD の長さってわかるでしょ？ってことで、まず括弧2番は CD の長さを求めるところから、CD っていうのは6っていう全体の長さに、4たす5等分したうちの4分だけあげればいいじゃないですか。ってことで、6かける9分の4で、3分の8っていう長さなんですね。だから CD は3分の8っていう長さなわけです。狭い。3分の8。じゃあ角の二等分線定理よりどうなるんですかというと、今度は緑を考えてあげてね。4対3分の8は AI 対 ID になりますね。4対3分の8は AI 対 ID になりますよと。じゃあちょっとひっくり返しましょう。AI 対 ID っていうものは4対3分の8なわけですけれども、じゃあこれ3倍してあげて、比率なんでね、両方3倍してもいいでしょ。 3×4×12×8 両方4で割ってあげて3対2になるわけですね。ということで AI 対 ID っていうのはこれ3対2なわけです。じゃあ求めるベクトル AI っていうものは、このベクトル AD っていう括弧1番で求めたものを3たす2等分、つまり5等分したうちの3あげればいいわけでしょ。ということで、よってベクトル AI っていうものは3たす2分の3たす2等分したうちの3あげればいいでしょ。このベクトル AD ね、よいしょ。ってことで、5分の3倍のベクトル AD がこいつなわけですね。9分の 4B たす 5C。約分してあげて、シュッシュッ3になりますね。15分の4ベクトル B たす、15分の5ベクトル C で、約分してあげると、15分の4ベクトル B たす、3分の1ベクトル C になりますよ、ということです。典型問題ですね。ザ典型問題って感じですよ。ベクトルの世界のね。ただね、これは内心が角の二等分線の交点だよとか、角の二等分線定理とかね、ベクトルの内分公式とか、いろんな公式を使ういい問題なのね。だから典型問題としてよく出るわけです。ぜひですね、これができてなかった人はマスターしてもらえればと思います。よく出るんでね。はい、じゃあ最後にですね、ベクトルの大爆笑ギャグをやって終わりたいと思います。面白かった人はいいね。お願いしますね。言います。ベクトルを制覇すべく、トルを100点。ミヤクジです。これで最後と何回も。はい、じゃあ面白かった人はね、聞いてください。いや、もうこんなことは言えない。もうごめんなさい。俺はね。はい、じゃあ終わりましょう。反省します、こんばんはね。それでは今回の問題です。この動画で、あなたの生理技能の知識と、大爆笑立体ギャグの知識をポンと上げていきましょう。こんな問題ですよ。今、立方体 ABC で EFGH っていう立方体があるんですって。4点 ACFH、ACFH を頂点とする四面体を S として、4点 BDEG を頂点とする四面体を T とします。S と T の共通部分の立体を U としましょうと。過去1番、過去2番答えだけで OK なんですけれども、立体 U はどんな立体ですかですって。生理技能通過もう立体の問題ですよね、これね。じゃあとりあえず、書いてみますか。ぐちゃぐちゃになるかもしれんけどね。4点 ACFH を頂点とする四面体を S、A、CFH これですね。結んでみますよ。ACFH よいしょ。で、ちょ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 ん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 さあ、どうでしょう。これが、立体 S っていうものですよ。この赤がね。じゃあ、この立体 S って何ですかというと、これって正四面体になってるのがわかりますかね。なんでかっていうと、AF っていうのは、この正方形 ABFE の対角線じゃないですか。同じように、この対角線、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 対角線ですよね。全部正方形の対角線なわけだから、全部長さが等しいわけですよ。この赤い線分っていうのは。この赤い線分で、正三角形が1面、2面、裏込み3面、4面できてるでしょ。ってことで、正三角形が4枚貼り合わされてるので、正四面体わけです。青も同様に正四面体になりそうですね。じゃあこれも描いてみましょう。 BDEG BBB こいつ BDEG 描いてみましょうね。じゃあ BDE よっほっね、
また正四面体になりましたよと。じゃあこの赤と青の共通部分の立体、この S と T の共通部分の立体を U とするんですって。じゃあこの立体 U ってどんな立体ですか？それはどうでしょう。いきますかね、これでね。わかんねえよ、この野郎って話ですよね、これね。なんか線が入り乱れてる、よくわかんねえって感じじゃないですか。じゃあ、点を捉えてみましょうか。交点をね。今、赤い立体って、ちょっと角度を変えますが、こんな正四面体になってるわけですよね。よいしょ。こんな正四面体になってるわけですよ。この赤だけポンと取り出して、ちょっと向きを変えるとね、こんな状態じゃないですか。例えば、ここの線っていうのは、例えばこの線みたいな感じなわけですよ。で、この青い線あるじゃないですか。で、この赤い線と青い線が交わったら、点になるでしょ？線と線が交わったら点になるじゃないですか。その点をポチッと打ってみましょうか。ここ、点がポチッと取れますね。交わって点になってるわけですよ。線と線が交わって点になってるわけです。同じようにね、この下側も線と線が交わって点になってるわけです。じゃあ上下で見たときに、この点って何ですかというと、この正方形のど真ん中じゃないですか。対角線と対角線の交点なんでね、これど真ん中。同じようにこの正方形のど真ん中。で考えたときに、全部対称性を考えたりと、ここもど真ん中になりますね。この面のね、BCGF の対角線のど真ん中。同じようにこの BE と AF の交点、ど真ん中。このバッテンは、DE と AH のど真ん中、ここですね。で、後ろ側が CH と、DG かな。で、ど真ん中になってるでしょ。ってことで、この6つの点が取れるわけです。まあ、それは、立方体なんでね、面が6枚あるじゃないですか。この6枚の面の、それぞれの、ど真ん中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 を取ったわけです。さあ、どうでしょう？見えてきましたか？じゃあ、このオレンジと緑はなんで色分けしたんですか？なんですけれども、立体で分からない時の鉄則っていうのは、平面に落とすっていうのは鉄則なわけですよ。じゃあ、分かりやすく、この立体っていうのを、真上から見たとしましょうか。これ目ですよ。大丈夫ですよね。こんな感じでね、目になってるわけですよ。こんな感じになってるわけです。ね、ちょっと怖いけどね。ね、じゃあ真上から立方体をパンと見たらどんな風に見えるかというと、真上から見るよ。よ。真上から見て、ここが A で、D で、C で、B なイメージですよ。この A で、C、B、A で、C、B。で、赤っていうのが AC でしょ。で、B でっていうのが青でしょ。青。ね。で、この赤と青が、交わったところはオレンジなの、ここオレンジなわけですよ。でしょ？で、緑の点っていうのは真上から見るとどんな風に見えてるかというと、ちょうどこの A と D の中間地点の真下に来てるじゃないですか。同じようにこの A と B の中間地点の真下にこの緑の点がありますよね。っていうことで緑の点は、ちょっとまあ、下に下がってますけどね。この ABCD の面からは下に下がったところにありますけども、このちょうど中点、中点、中点、中点のところに見えるでしょ？これが真上から見た図なわけですよ。じゃあ、緑の部分を結んでみましょうか。これね。じゃあ、ピッ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 と緑の部分を結んであげると、これは正方形になりますね。だってこれ、この長さ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 等しいでしょ？だから、正方形が出来上がってるわけです。これね。じゃあ、この緑に対して、これオレンジと結んでみますよ。じゃあ、よいしょ、オレンジにしようかな。ピッ、ピッ、ピッ、ピッってなりますよね。で、当たり前ですけど、ここの長さっていうのはみんな、同じ長さでしょ？で、このじゃあオレンジの長さっていうのをこの空間に戻した時にどうなってるんですかというと、じゃあ、ここ、この線を空間に戻してあげると、ここになってるわけです。よ。いいでしょ？で、ここの長さっていうのは空間に戻すとここになってるわけです。よ。ね。で、この緑と緑を結んだこの線っていうのはここになってるわけですよ。よ。じゃあ、この、オレンジにしましょうか。この三角っていうのは、まあ、この三角になってるわけですけれども、よいしょ。大丈夫ですか？じゃあこれね、正方形の対角線の交点。これ正方形の対角線の交点。今度これ正方形の対角線の交点をみんな結んでるので、これみんな長さが等しいですよね。この長さ、この長さ、この長さ等しいでしょ？みんな。ということでこの三角って正三角形なわけですよ。ちょっと真上から見てるんでね、この長さとこの長さとこの長さ等しくないように見えますが、まあこれ、この緑は下に下がってるんでね。なので、正三角形ができてるわけです、これ。で、その正三角形が1個、2個、3個、4個上側にありますよね。で、下側にも同じように同じ正三角形が4個あるわけ。じゃあ正三角形が全部で上に4枚、下に4枚、合計8枚あるわけですよ。見えましたか？この立体って何ですか？これは正八面体ですね。なので、括弧1番の答えってどうなるんですかというと、正八面体っていうのが答えになるわけです。答えだけで OK なんでね、もう、えいやってね、まあなんとなく正八面体じゃねっていうのはね、ここまで丁寧にやらなくても、まあ正八面体で切り抜けても OK ですよ、数学検定。じゃあ次、括弧2番、立体 U の体積。この正八面体ですね。正八面の体積は、立方体 ABCDEFGH の何倍ですか？です。じゃあちょっとここにね、赤と青と、黄色とオレンジがもうゴニョゴニョしとるので、正しく書き換えますか？要は、立方体の中に正八面体が内接してるわけですよ。ね。じゃあちょっともう一回書きますよ。で、A、B、C、D、E、F、G、
H がこうあるわけです。じゃあ正八面体を描いてみましょう。オレンジの点っていうのはこの AC と BD のちょうどど真ん中、まあ正方形のねちょうどど真ん中にポチポチと取ってあげて、で緑の点っていうのもねこの側面のそれぞれど真ん中を取ってあげてね、ど真ん中この辺で、こいつのど真ん中はこの辺、後ろ側の面のど真ん中はこの辺でしょ。じゃ あ結んでみましょうか、緑からまず結びますよ。よいしょ。でオレンジ結びましょうか。よよよ、あ間違えた。よよですね。で、このオレンジと結んであげていくわ。よいしょ。よいしょ。ね、こんな風に正八面体が内接してるわけですよ。じゃあ、この正八面体の体積と立方体の体積の比率を求めてねっていう問題ですよ。何倍ですかって言ってるんでね。まあ、答えだけで OK なんでね。一辺の長さを1としても答えには差し支えないんですが、せっかくなのでね、立方体の一辺を A としてやってみましょうか。じゃあ、立方体の体積っていうのは A×A×A でね、A の3乗になるのはすぐ分かって、書いておきましょうか。A かけ A かけ A で A の3乗。これはいいでしょ。で、立体 U の体積はどうなるんですかというと、上の立体と下の立体に分けたときに、上と下って同じ体積になるでしょ。対称性があるけね。広島弁出ちゃいました。あるからね。じゃあ、上の立体に着目したときに、底面積っていうのはこの正方形になりますね。で、高さっていうのは、ちょうどここが高さになりますね。緑から生やしたわけですよ。尖ってるんで、かけ3分の1。それが上下でかけ2になりますね。じゃあ、この緑の面積ってどうなるんですかっていうと、それはもう簡単で、ここ見たらすぐにわかるでしょ。だって立方体の一辺の長さを A としたわけですから、これ A、A なので、この正方形の面積って A の2乗なわけですよ。で、この緑の正方形っていうのは、ちょうどこの黒い正方形の半分になってるじゃないですか。だって、これ足す、これ足す、これ足す、これは緑になるわけですから、ちょうど2分の1 A の2乗なわけです。で、この高さってどうなるんですかというと、ちょうどこれね、この緑っていうのは、この立方体の、なんつうんですかね、この半分、半分、半分、半分取ったとこを、ボーンと切ったわけでしょ。切った断面でできる、この四角なわけじゃないですか。ってことは、上半分、下半分って同じ長さなわけですから、A っていう長さを半分にした2分の A になりますよね。これ下までピュッと伸ばしたときに、これが A っていう長さでしょって言ってるわけです。だって、立方体のこの長さと一緒でしょ？ A。それが半分になってるわけですから、ここは2分の A っていう高さなわけですよ。ってことは、立体 U の体積ってどうなるんですかっていうと、今、底面積が2分の 1A の2乗。で、高さっていうものが2分の A なんでしょ？尖ってるから、かけ3分の1ですよね。で、それが上下でかけ2なわけでしょ？じゃあこれを計算してあげると、6分の 1A 3乗になるわけですよ。立体 U の体積、6分の 1A の3乗は、立方体の何倍ですか？なので、6分の1倍ってことがわかりますね。ってことで、括弧2番の答えは、6分の1倍っていうのが答えになりますよ、ということです。さあ、どうでしょう。ここまでバカ丁寧にやる人は数学検定中おらんと思うんですけども、まあ、丁寧に考えるとこういう発想でね、ああ、正八面体だなと。で、括弧2番はね、もうすぐにわかるでしょ。どうやっても出ますよ、この6分の1で3乗っていうのはね、立方体の一辺の長さを A としたときにね。はい、じゃあこれで解説は終わったんで、来ました。立体についての問題なので、最後にですね、大爆笑立体ギャグをやりますので、面白かったらいいねお願いします。いいですか？なんだこの状況は？なんだこの状況は？なんだこの状況は？立体三体どういうこと？宮古寺です。はい、ちょっとつまないかな。これはあんま自信ないですよ。まあでも、いいねくれると自信になる。もうね、数学の時よりギャグ考える方が長いけどね。頑張りました、今回。それでは今回の問題です。この動画であなたの三角比の知識と三角形に関する大爆笑ギャグの知識をポンと伸ばしていきましょう。面白いですよこの問題。今三角形 ABC があって、辺をそれぞれね、大変大変大変で ABC としますよと、まあいつもの置き方にしてくださいねと。じゃあ括弧1番 A コサイン B たす B コサイン A マイナス C の値を求めてねっていう問題です。ちなみにこれ答えだけで OK なので、まあちょっと記述も適当に書きますよ。普通に考えると、まあ、予言定理を使ってあげてね、このコサイン B とコサイン A っていうのを辺に置き換えるでしょ。コサイン B っていうのは 2×A×C 分の A の2乗たす C の2乗マイナス B の2乗。コサイン A っていうものは 2×B×C 分の B の2乗たす C の2乗マイナス A の2乗。もちろんそれをぶち込んで計算したら出るんですけども、まあ、つまんないじゃないですか、それでやってもね。なんかちょっと面白い解き方でやってみましょうか、過去一番ね。で、もうこれ答えだけで OK なんでね、もう適当に書きますよ。今。三角形 ABC があって、ここ A があって B があって、ここの長さが C なわけじゃないですか。で、コサイン B とコサイン A がこんな風に分かればいいわけなので、じゃあコサイン B って何ですかっていうとね、垂線引けばいいでしょ？この C から垂線をビシュッと落としてあげて、この青い三角形を考えてあげましょうか。で、ここの長さ M としようか。ね。そうすると、三角比の定義からここで C の字を描いてあげれば、コサイン B っていうものは A 分の M になるでしょ？じゃあ、A を移項してあげて、右辺と左辺をひっくり返してあげれば、M っていうのが A コサイン B になるわけですよ。いいでしょ？で、同じように、コサイン A っていうのはね、
この赤い直角三角形を考えてあげたときに、C の字を描いてあげてね、ここ N にしましょうか、長さね、N。そうすると、cosA っていうのは B 分の N になるでしょ？ cosA は E 分の N じゃないですか。ってことは、E cosA イコール N になって、右辺と左辺でひっくり返してあげれば、N イコール B cosA になりますよね。さあ、じゃあ、与えられたこの式ってどうなるんですかと。よって、A cosA、A cosA たす B cosA マイナス C ってどうなるんですかというと、この A cosA っていうのは、あと M になるでしょ？こいつ M なわけです。M。で、B cosA っていうのは N になるわけでしょ？マイナス C じゃないですか。で、M たす N って何ですかというと、それってまさに C じゃないですか。なので、C 引く C で答えは0になりますね。どう？ちょっと面白い？まあ、予言定理ぶち込んで計算するだけよりも面白いでしょ？はい。まあ、こういうやり方もあるよと。で、これ面白いのがね、括弧2番なんですよ。じゃあ次、括弧2番。こんな問題です。A の2乗、サイン2乗 B たす B の2乗、サイン2乗 A イコール 2AB、コサイン A、コサイン B が成り立つときに、三角形 ABC はどんな三角形が成り立ちますかっていうこの問題なんですけれども、普通に背負い通り解きましょうか。サインが出たら正弦定理、コサインが出たら余弦定理。で、辺の長さにしますよね。角っていうのを辺にしようぜっていうのがセオリーなわけで、今、正弦定理より、サイン A 分の A イコール、サイン B 分の B イコール、本来はサイン C 分の C っていうのがいるんですけども、まあまあ、サイン C はないんでね、省略ですよ。イコール 2R。で、ラージ R っていうのは三角形 ABC の外接円の半径でしょ。さあ、じゃあこのことから、約数取ってあげてね、今サイン A とサイン B を求めたいんでね、約数取ってあげれば、A 分のサイン A イコール B 分のサイン B イコール 2R 分の1になって、で、ここを隠してみてあげてね、A を移項してあげれば、サイン A って 2R 分の A になりますね。同じようにサイン B っていうのは 2R 分の B になりますね。ってことで、サイン A っていうのは 2R 分の A になるし、サイン B っていうのは 2R 分の B になるでしょ。じゃあこの与えられた条件を丸1番としてあげると、丸1番から A の2乗を 2R 分の B 全体の2乗をプラス B の2乗をかけ、2R 分の A 全体の2乗イクオール、2AB かけ、コサイン A っていうのが、2かけ B かけ C 分の2かけ B かけ C 分の B の2乗足し C の2乗マイナス A の2乗かけコサイン B っていうのが2かけ A かけ C 分の A の2乗足し C の2乗マイナス B の2乗ですね。さあこれをガシガシガシと計算して、それは答えが綺麗な式が出ればいいんですけれども、出るわけですよ。なんで出ないかというと、このラージ R っていうのが消せないからできないんです。無理なわけですよ。だって右辺にラージ R っていうものがないでしょ。だからラージ R の行きどころがないわけです。どんなに頑張って計算して綺麗にしてもラージ R っていうのは残っちゃうんですよ。じゃあ三角形 ABC がどんな三角形なんてわかんない。さあ、どうしましょう。で、問題なんです。どうしますか？打つ手がないんです。これだと。教科書のセオリー通りやってもダメなわけですよ。残念。さあ、どうでしょう。じゃあ、もう一度、この丸一番を見て、はぁ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 、ピーンって来ることがありますか？ありますかね。ええ。この教科書通りの解法は何が悪かったかというと、ラージ R が残っちゃうからなんです。ラージ R が残るっていうことは、正弦定理使ってることなんですよ。正弦定理使うっていうことは、サインがあるからなんです。サインがいらないんですよ。じゃあ、サインがいらない、どうする？サインがいらない、どうする？どうしますか？これ。うん。二乗ついてんじゃん？二乗ついてるでしょ。ってことは、このサイン二乗 A って、1マイナスコサイン二乗 A にできますね。同じようにこのサイン二乗 B って、1マイナスコサイン二乗 B できますね。そうすると全部余弦定理で処理できそうでしょ？ってことで、この問題、おもろいでしょう？ひねってるんですよ。このセオリー通りじゃできねえぜって言ってるわけです。答案作っていきますよ。丸1番に。A の2乗括弧1マイナスコサイン2乗 B プラス B の2乗括弧1マイナスコサイン2乗 A イクオール 2AB コサイン A コサイン B。 さあどうしましょう。余弦定理でもうぶち込んでいきますか。ぶち込んでももちろんできるけど、ここでめんどくせって思うでしょ。こんなもう余弦定理ぶち込んで2乗してたらもうあーんですよ。じゃあどうしようかなって考えた時に、なぜ括弧1番をわざわざやらせてくれたかっていうことを考えないといけないです。意味があるわけですよ、この括弧1番っていうのはね。まあどうせ A コサイン B プラス B コサイン A マイナス C みたいな塊が出るんですよ、どっかしらにね。ってことで余弦定理をぶち込んでしまったら、このコサイン B やコサイン A がなくなっちゃうので、このまま計算することをやってみましょう。とりあえず分配法則でね、 A の2乗マイナス A の2乗コサイン2乗 B プラス B の2乗マイナス B の2乗コサイン2乗 A イコール 2AB コサイン A コサイン B になりますね。よいしょ。じゃあ、コサインがついたやつだけ右辺にピヨンピヨンと持ってってあげれば、A の2乗足す B の2乗っていうものが、A の2乗コサイン2乗 B プラス B の2乗コサイン2乗 A プラス 2AB コサイン A コサイン B なんでしょ？見えますか？見えますか？これ。うん。綺麗に因数分解ができますね。
x の2乗足す y の2乗足す 2xy みたいになってるでしょ。ね、でっかい2乗できるじゃないですか。中学生の公式ですよ、因数分解ね。ということでこれ a の2乗足す b の2乗っていうものは a コサイン b 足す b コサイン a 全体の2乗になりますね。ちゃんと展開すると a の2乗コサイン2乗 b プラス2倍のこれかけこれで 2ab コサイン a コサイン b プラス b の2乗コサイン2乗 a で合ってるでしょ。じゃあ a コサイン b 足す b コサイン a って見ましたね。括弧1番で出てるじゃんこれね、ほら。ということで括弧1番より今a コサイン b 足す b コサイン a マイナス c が0なんだから、このマイナス c を移行してあげれば a コサイン b 足す b コサイン a がイコール c になりますね。さあ、じゃあこいつをここにぶち込んであげれば c になりますね。ういっと。じゃあこれ丸2番としてあげて、丸2にこいつをポンと代入してあげれば a の2乗足す b の2乗はなんと c の2乗になるわけですよ。美しい。三平方の定理が成り立って答えはどうなってるんですかというと、角 c イクオール90度の直角三角形ができてるわけでしょ、ね、三平方が成り立ってるんだから。ということで答えは角 c イクオール90度の直角三角形なんです。面白いでしょこの問題、作った人天才かと思いますね。はい、ということで、霊弦定理使ったら行き止まるようなトリックが仕掛けてあるわけですよ。ちょっとまあ、そのセオリー通りじゃできねえぞと、この問題、数学系って舐めんなよっていう問題でした。OK ですか？面白かったよね？俺面白かった、これ。とにかくちょっと震えましたね。ほーみたいな。ひねってるって思ってね、ちょっとウキウキしちゃいましたね。はい、じゃあ最後にですね、せっかく三角形が出てきたので、三角形に関する大爆笑ギャグをやるんでね、面白いなと思ったらね、いいねくださいね。これが俺の心のよりどころ、このいいねの数が、もうギャグ考えるのはきついですよ、マジで。でも、この視聴者の方を楽しませたい。数学だけじゃつまんないって思う人もたくさんいるじゃないですか。そういう人で最後にね、ってなってほしいわけですよ。だから一生懸命考えてこうやって披露するわけです。それが、まあいいねとなって帰ってきたら、いい循環が生まれるでしょう。まあ、とりあえずやってみますよ。大爆笑三角形ギャグです。いきます。あれ？なんか、あの三角形、今回のプロジェクトに参加する計画立ってるみたいだよ。三角形の三角計画。宮古市です。これどうかな？ちょっとね、悩んだ。これ出すべきか、このギャグをね。でももうこれしかなかった、俺にはね。はい、ということでね、面白かったらいいね、どうぞね。終わりましょう。それでは今回の問題です。この動画であなたの微分の知識と接線に関する大爆笑ギャグの知識をボーンと残していきましょう。こんな問題です。今 y イコール x の3乗マイナス 2x っていう3次関数があるんですって。これを曲線 c とします。括弧1番、曲線 c 乗の点 t コンマ t の3乗マイナス 2t における接線の方程式を求めなさい。典型問題ですけども、きっちり取っていきたいですね。これは筆頭問題なんでね。イメージは書かなくてもできるんですけども、せっかくなのでイメージを書きますか。3次関数がみょーんとあるわけです。 y イコール x の3乗マイナス 2x なんですけど、めんどくさいんで fx と置きますよ。 fx イコール x の3乗マイナス 2x としましょう。原点があって接点、この辺取りますか。 t コンマ t の3乗マイナス 2t、 この点における接線の方程式を求めなさい。なので通る点はここ分かってるので、あとはこの接線のね、傾きが分かればいいですね。じゃあこの傾きって何ですかっていうと、こいつが f't になるわけでしょ。こいつは傾きですね。ということで、まずはこの傾き f't っていうのを求めましょうか。括弧1番、f'xっていうのをパチンと微分してあげて 3x の2乗マイナス2ですね。このことから f't っていうのはここの x に t を入れた 3t の2乗マイナス2になりますね。ということで、この接点におけるこの接線の傾きっていうのは 3t の2乗マイナス2って分かったわけです。よって求める接線の方程式はどうなるんですかっていうと、y マイナス通る点の y 座標イクオール傾き括弧 x マイナス通る点の x 座標っていうのが直線の方程式の公式ですね。なので y マイナス通る点の y 座標イクオール傾きがこいつですよ。傾き括弧 x マイナス通る点の x 座標ですね。これを綺麗に仕上げればいいんですけれども、まあよくね、まだ微分習いたての人とかうちの生徒もよくやっちゃうんですけれども、これをもうね、分配法則でオラ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 バラバラっとやっちゃうわけですよ。そのバラバラっとやっちゃったらもう何が何だかわけわからなくなっちゃうわけです。なんでかっていうと傾きがわからなくなるから。この 3t の2乗マイナス2っていうのを塊として x とマイナス t にかけることがコツなわけです。接線の問題ってね。そうするとね、傾きが見やすくなるわけですよ。じゃあ y イコールこの塊ごと分配法則でかけてあげて、 3t の2乗マイナス 2xマイナス t かける、括弧 3t の2乗マイナス2ですね。塊でかけたわけです。で、こいつを移行しますよ。ピヨン。プラス t の3乗マイナス 2t ですね。こうすることで、ここが傾きだよっていうのが分かりやすいでしょ？これを、ただただバラバラにね、オロ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 ってかけたら傾きが見えなくなっちゃうわけ。だから、こんな風に塊でかける癖をつけるといいです。さあ、じゃあこれ分配法則でかけてあげて、マイナス 3t の3乗プラス 2t。プラス t の3乗マイナス 2t。まあ、2t とマイナス 2t で消えて、結局求める接線の方程式っていうものは、こいつになるわけですね。はい。
答えは y イコール括弧 3t の2乗マイナス 2x マイナス 2t の3乗ですよと。じゃあ次、括弧2番。点0コンママイナス2から c で引いた接線の方程式を求めなさい。じゃあ0コンママイナス2っていうのはね、ここだとしますよ。じゃあここからこんな風に接線をビッと引くわけですよ。じゃあこの方程式、直線の方程式なんですかなんですけれども、この0コンママイナス2から引いた接線って考えると分かんなくなっちゃうので読み替えるわけです。接点 t コンマ t の3乗マイナス 2t における接線が0コンママイナス2を通るって発想するわけです。ってことはね、これ、丸1番としましょうか。この接線、赤い直線の方程式をね。括弧2番。丸1が点0コンママイナス2を通るときを考えるわけです。x に0を入れてあげて、y にマイナス2を入れてあげれば、マイナス2イコールこれ0になって消えて、マイナス 2t の3乗になるでしょ。じゃあ、両辺マイナス2で割ってあげて、右辺と左辺をひっくり返してあげれば、t の3乗イコール1になりますね。ここから t イコール1ってしれっと書いてもいいんですけども、まあ、丁寧に書きましょうか。これは記述しないといけないんで、移項してあげて、3乗引く3乗の因数分解をしてあげて、t、マイナス1イコール0、または t の2乗足す t 足す1イコール0、t マイナス1イコール0、t イコール1っていう解がありますね。t の2乗足す t 足す1イコール0より、これ平方完成しましょうか。判別式を取ってもいいし、解の公式でね、解がねえよっていうことを確認してもいいし、とりあえず平方完成がいいかな。t プラス2分の1 t の2乗プラス4分の1っていうのは正じゃないですか。何かの2乗は0以上。それに4分の3を足して、0よりでっかい。ってことはイコール0になる瞬間なんてないですよね。どんな t 代入してもね。なので、解なしなわけです。ってことで、t の解っていうのは1だけになるわけですよ。ってことで、今求めたい接線の方程式ってどうなるんですかというと、この丸1番で t が1の時の接線を考えればいいわけでしょ。だからこの丸1番にね、 t イコール1をボンとぶち込んであげれば、それが答えになるわけです。 OK？ はい、丸1に t イコール1をボンと代入してあげてね、 y イコール 3-2 で 1x マイナス2になりますね。ってことで y イコール x マイナス2になりますよということです。これ筆頭問題なんでね、ちょっと優しく作ってくれてるのかなっていうのを、まあ愛を感じましたね。数学検定協会さんのね。はい、じゃあ最後にですね、せっかく接線が出てきたんでね、大爆笑接線ギャグをやりたいと思います。面白いなと思ったらいいね、お願いしますね。いきますよ。接線 A と接線 B がいるわけですよ。この接線 A と接線 B がね、戦うわけで、接線と接線が接線。宮古市です。面白いでしょ、これ。ね。面白いなと思ったらいいねをね、くださいね。はい、じゃあ終わりましょう。合格できる。